バファローズは遠野、ファイターズは吉川という両投手の先発でした。遠野ワンアウトランナー二塁と1回にピンチを作るんですが、ようセカンドゴロ、4番のアブレイユを空振りの三振、1回のピンチをしのいで吠えます遠野。逆にファイターズ吉川、ワンアウト一塁から伊藤にセンター前ヒットを浴びてピンチ、その後井出穂を見逃しの三振、高橋を空振りの三振、ピンチを作るんですが吉川も踏ん張ります。2回は吉川のピッチング、ワンアウトランナーなしから中村を三振、山本も三振に打ち取って乗ってきます吉川。ゲームは3回試合が動きます。遠野はツーアウトランナー二塁とピンチから大引きのうまく運んだレフトへのタイムリーヒット、ファイターズが先制します。なおもツーアウト一塁二塁とピンチが広がってアブレイユに2点タイムリーツーベースヒットを浴びて3対0、ファイターズがこの3回に3点を取り、先発の遠野がここでマウンドを降ります。ゲームは5回中盤に入っています。吉川が先頭のバルディリスをヒットを許すんですが、その後中村をダブルプレーに打ち取っています。この後は山本も三振に仕留めて5回のピンチをしのぎます。終盤の7回、ここまで好投を続けていた2番手の海田がファイターズ鶴岡にライトへのツーベースヒットを浴びて海田がマウンドから降ります。中山に代わってワンアウトランナー二塁、代打の新岡を初球センターフライに打ち取りました。ランナー二塁と代わって中島をサードゴロに打ち取って中山がピンチをしのぎます。終盤の8回、オリックスがチャンスを作ります。先頭の代打平野、吉川の足に当たる内野安打、そして代打のフェルナンデスがレフトへのヒット、チャンスが広がってロッティーノはいい当たりだったんですが赤田の好プレーレフトフライ、ツーアウトランナー一塁となって足立のところで途中で吉川がマウンドを降りて谷本にマウンドを譲ります。その足立最後は空振りの三振でした。8回のオリックスのチャンス、得点にはつなげられません。ゲームは9回、ここもオリックスは攻めてツーアウトランナー一塁二塁とチャンスを作るんですが、平野最後はショートゴロで武田久志抑えてゲームセット、3対0でファイターズが勝利を収めています。吉原さん、はい、敗れましたバファローズ森脇監督なんですが、入ってくるなり珍しく椅子に腰掛けまして、我々の指導力不足ですと、まあ、いつかあの熱いライトスタンドの応援に応えたい、まあ、頑張ればもっといい結果が出せると信じていますと、やはりショックを隠しきれない様子でした。